トゥトラカンは、ブルガリア北東部のシリストラ州にある町、同盟のトゥトラカン市の行政の中心地である。南ドーブルジャ地方生誕のドナウ川湾、ルーマニアのオルテニツァの対岸に位置する。オルテニツァとはかつてフェリーが運行されていたが、現在は就航していない。ルゼの東 58km、シリストラの西 62km にあたる。人口は9476人。 南極のリビングストン島にあるドゥトラカンミネはこの町の名前に由来する。1世紀半ばローマ帝国によって都市が建設されトランスマリスカと命名された。トランスマリスカは次第に増強され、4世紀のディオクレティアヌスの時代にはドナウ川国境有数のローマの拠点となった。古代の市街と城塞は7世紀初頭に破壊され、7世紀末に 現在の地名を持つ新しい市街が形成された。中世を通じて、ブルガリア帝国に服属したが、14世紀にオスマン帝国に征服された。1877年から翌年のロト戦争で、オスマン帝国の支配から解放され、ブルガリア王国領となった。第二次バルカン戦争後は、ルーマニア王国に編入されたが、1940年のクライオーバ条約で、 ブルガリアに復帰した。第一次世界大戦中には、トトラカンの戦いで、ブルガリアとドイツ帝国の中央同盟軍が、ルーマニア軍を撃破した。今日は、活気ある、漁師町となっており、その風情が感じられる一角には、観光客やサイクリストが訪れる。ありがとうございます。